富士山中校長時代の広瀬武氏広瀬武氏は日本の教育者。石川県金沢市出身。加賀藩市の子として生まれた。東京高等師範学校英語専修科卒業後、東京府第三中学校の英語科教諭に就任。芥川龍之介の一年生担任となると、芥川の才能を見出し、以後卒業までの5年間。 第一高等学校を受験の際は自宅へ呼んで、講義するなど英語を熱心に教えたり、積極的に文学賞化した。これ以降、芥川と広瀬の深い関係ができたと言われている。広瀬は小石川に住んでいたが、芥川の圧旋により住居を田畑に移している。1919年、富士山中の初代校長として、手腕を発揮していた。 八田三期の旧正二型高等学校の初代校長への転任が決まると、広瀬は学校長兼教諭に任せられ、八田の築き上げた厳格な規律を重んじる甲府を受け継いで成績評価や生活指導でスパルタ的な教育を実践した。1923年5月には、富士三山中を卒業し一校へ入学していた堀立を家が隣り合わせで交流が深かった。 無老再生に紹介した。本人は、不立三中で終えるつもりであったが、1930年に、東京不立第三高等女学校への転任を命ぜられ、第三大校長に就任。当初は経験のない女子教育への戸惑いもあったが、次第に不立三女の空気に順応。校友会活動の振興に力を注ぎ、1 9四0年三月まで十年間、 富士津三女の校長職を務めた。英和辞典の編纂に大きく貢献したことでも知られている。ありがとうございます。